コンボが5バンドぐらいかな、5、6バンドぐらいあって、でその後1回転換挟みまして、最後にビッグバンド3バンド続きます。で大変時間も押してますので、転換の時は1、2、3回生、ビッグバンドへの転換のお手伝いよろしくお願いします。とてもなんか、ね、エンターテインメントなビッグバンドが揃ってますので、今回揃ってるし、まあ、バード2014もこの度復活しますので、はい、どうぞ最後までごゆっくりお聴きください。それでは参りましょう。加藤のりつグループです。コンサート、まあ、どちらもいいや。はい、ただいま1曲目にお送りいたします。
オレオという曲でございました。いやまさかこんな早くで来ると思ってなかったんでめっちゃおもろい、我々もスリル満点な演奏をさせていただきました、はい。次はもうちょっとねしっとりと私たち、宮部演奏させていただこうと思います、アリス・イン・ワンダーランド。
ありがとうございました。アリス・イン・ワンダーランドというディズニーのナンバーから1曲、お送りさせていただきました。楽しい時間というものはあっという間に過ぎてしまうものでございまして、次の曲で最後の曲となってしまいました。最後の曲に行く前に、メンバー紹介をしてね、このステージを終わらせていただこうと思います。オンピアノホールで三宅美希、オンベース小川博之、いつもね何回も一緒にやっていただいて、僕は多分大学生活の中で一番一緒にやったドラムの先輩ですね。オンドラムス片田宗一郎、そしてオンアルトサックス佐藤直道でお送りいたしました。では最後の曲に行こうと思います。All on me。Thank you.
ございます。